我的银马不是已经死了吗？这边还有啊。哎，不能骑。好，找劫难。いい隠れ家を見つけた。櫓から山の方を見て。好，等着看。这个房间也不赖哦，很完美哦。哎呦，坏掉哦，可以住哦。隠れ家、山の近くか。城覚寺の仏塔、寺は壁に囲まれ。その上ハーンの砦にも近いな。そうことは優しくないよ。今は猛虎のものだ。取り返せばよい。馬屋に行こうか。馬はどうしたの？逃亡の折、追っ手の矢を受けて影は死んだ。気の毒に。今は新しい子で我慢して。重選馬。啊，固定的。那我可以让他用工具吗？不行呢。あれは金の民か。さあね、今はルミンだらけだから。叔父上と共に猛虎を追い詰めておれば。なんであの時降伏したの？お主を凶賊として差し出すことなどできなかった。もう憎まれてるけどね。それに降伏しなければハーンに逃げ切られていたはず。叔父上は俺を守りたかったのだろうがな。なんであろうと志村様はバカだ。家督を継がせたいという思いを打ち壊してしまった。正しきをなすためだろう。それが吉と出るかは分からぬ。幾度も証明してきたよ。ハーンを殺して猛虎を追い返せば志村様は許してくれるかな。幼い頃、叔父上は父であり師であり世の全てだった。投げかせたくはなかった。いつか和解できればと願う。いずれにせよ許されたとて俺は変わらん。私のせいだと思われてる。俺が選んだ道だ。いかなる始末になろうと悔いはない。たとえ罪人と呼ばれようとも。城覚寺は近いぞ。湖に宿営がある。そこから寺の様子がわかるよ。馬を降りろ。歩いて行く。ここの森深いね。隠れやすい。我々にも猛虎にもな。じゃあ開けた地を越えて寺に近づかなきゃ。つまり湖か。捕虜がおるぞ。あれじゃ凍え死ぬ。助けよう。まず宿営、次に寺を制す。のろし術。あれで敵襲を知らせるのか。胖子过来刚好三连杀。
上面那个弓箭手第一个先死。色列。엔다딱생포인하노一次全部搞定。なんでこんなことするんだよ。何をしたと言うんだ。ここで死ぬかと思いました。動けるな。すべて助けたね。寺はここより守りが固い。焦りは禁物。じゃあ物見と行こうか。剑齿，モノミ役の旧兵。見つかったら狙い撃たれる。ならば誘い出せばよい。え？ノロ手術を打ち上げ、おびき寄せて一網打尽にする。火薬の樽があるぞ。使わせてもらおう。うん。待っておれ。ノロシをあげる。はあ？我已赢。哦。これで気を引ける。では戻るか。あいつら、氷の上に来た。始末する。策を練らねばな。あの滝凍ってる。あそこを登れば裏に回れるね。行くよ。ん？这里不是有路吗？感觉好像有路，但是要炸开会有惊动，不行，应该是这样。隊長と歩兵か。蝶を殺せば兵は散る。算了，残杀。
安全だ。下人として死ぬかと思いました。もう終わったぞ。哦，这边将会是一个村。猛虎もいないし、壁も頑丈。ここなら安全だ。ジン、志村様のこと気になる？俺が望んだことだ。ハーンは叔父上との戦で武士勢を破る術を知った。だが我らを防ぐ術は知らん。鷹の敵取ってやろう。皆の敵だ。根負けさせる気だろうな。哦，有一个任务是汉王的甲胄。这个任务，我们解解看好了。然后我们刚刚把我们的那个战鬼的甲胄升级了一下哈。猛虎が我が師匠を捕らえて、コトゥンハーンのために鎧をあつらえさせたのです。島を踏みにじるだけではなく、技術まで盗もうというのか。師匠は鎧を作り終えると、隙を見て逃げました。ハーンの鎧を持って。その行き先は？二つの部位をそれぞれ違う村に隠したと本人から聞いております。他の部位は？猛虎の手中に。隠し終える前に見つかったのか。師匠は残りの在処を白状することを拒み殺されてしまいました。鎧をすべて見つけ師匠の仇を討とう。あなた様が来てくだされば師匠も浮かばれます。鎧を揃えていただければ、お体に合うよう私が直しましょう。まだ生きてる。ん？希望很好看。甲胄部位是要杀，对啊，是要杀四个营地啊。然后这边又多了一个传说的火道，那我的剑可以变刀，可以着火。我这里没有什么方法下去啊，这明明都下去，直接跳下去一定稳死啊。哦，那边可以下去。血怎么这么忽然那么麻烦？我可以这样跳下去，然后用绳索啪啪嚓嚓嚓嚓嚓之类的吗？应该可以吧。哦，哦吼，真的可以呢。OK， 然后再从这边下去就好了。这边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 有路可以下去。哎呀，哦，我看到，哎，真的有点不好搞的感觉。他们会开炮啊。Nice， 嘿嘿，还蛮顺的。然后我就可以用这个炮去进行轰炸啦，对不对，妹妹？超容易的。金太郎，不跪，不跪，兄弟。哎，
这里要轰哪里？轰哪都不对。嗯，刚刚有旗子。哎呀，刚刚想轰，但是我现在发觉轰哪里都不太对，直接下去杀还差不多。哦哦哦！哦，等等等哦哦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 哦去哈罗嗯又去说的对对吧哈我说大哥真的这俩人想干嘛战鬼驾驶击杀战鬼驾驶战鬼没有战鬼哦我懂他的战鬼驾驶那也要三个人啊刚好三那个用法是打打这样吧，对啊，拿过来取回战旗。OK。靠背，没有用好。站起了，来这。摧毁统治。哎，哎，还要击杀武将啊！啊，武将嘞。我的将军在哪里？诶，嗯，怎么还那么多人？
公平啊，我都已经杀光了呢，没有这样玩的吧。不行不行不行，还有三个部位就对了。啊，麻烦呢。こっちです。逃がしてやる。这边应该不用杀五角吧？お侍、お会いしたのも何かの縁。この鎧は猛虎に追われた職人から託されたものです。では俺がハーンの代わりに預かっておくとしよう。よくぞ守ってくれた。当然のことです。お、で又得到一个部位。刚才是鞋子，现在头盔。我们把这边抢回来了。河内捕金村，捕金鱼的村庄。塞呢，还有那锅渣西呢，俺这摆现代袂塞呢，明天我被捕金鱼呢，但这都金鱼肉，这里可不可以越过？我今天知道怎么如何快速把它解决。我猜这个应该是胸甲。难道还有裤子的部分吗？四个部位，啊，四个区域。
手的部分，那最后一个就是全身了。生前酒酿酒厂，哇靠！最后一个要在这边闹，解救人质，以毒针杀死两个。OK， 简单 easy， 这个不难。就这样啊，下一只。干嘛？那就好了，两只搞定，然后这个就这个搞定。你刚怎么没有看到我？お助けください。動くな。お侍様、助かりました。わしらはこの鎧を守るよう頼まれたのですが、あなたにお預けするべきですな。それはハーンが作らせた鎧だ。さようでしたか。もうこの手に渡らずよかった。これで全て揃ったな。あの弟子の元に戻るか。酿酒厂抢回来了，可以制造酒了哈。然后索隆就可以喝酒了，畅快的喝。いかがです。鎧は見つかりましたか。もうこの手に渡ることは二度とない。師匠の仇は取ったぞ。これで師匠の鎧をめぐって傷つく者は現れないのですね。ですがあと一度だけでも教えを受けたかった。お主が教えればよい。そうですね。わしも弟子を取り、師匠の技が後の世まで受け継がれるようにいたします。うん。我、哦、靠！我整个变蒙古人了。这一件，他说这个能力，算是一个伪装，但是它是有大幅降低蒙古军侦察，就是侦察到你的速度。我们试试看啊，穿这件。希望是可以整个就伪装了，只有靠近才会跑出那一条，像那个刺客教条，不是刺客教条，像那个杀手四十七那样。大海から神の岳の砦に続く古道があるんだ。だけど猛虎に陣取られてる。チラスにも味方が欲しいね。佐護山に狩人の集団がいる。頭は武志。友なのか。違う。だけど手を貸してくれる。弓の腕はかなりのもんだよ。一人で会ってきて、私は志村の城を抜けて近江に行ってくる。皆と共に南を攻めろ。俺は狩人を連れ北から攻め入ろう。うまくいくかな。ああ。抜かるでないぞ。あんたも。是一定要成功啊！嘿嘿，
哦，有点怀疑了，靠背，还是会怀疑的，只是就比较近、比较远而已的。这营地也太高了吧！そこのお方、温まってってくれ。何かご入り用でしょうか。お主たけしか。名前もご存知か。酒井仁、ユナの友だ。あいつの？生きてんのか。大見えの道が固められた。俺一人では道を開けん。手を貸してほしい。どうしたもんかね。狩りの名手だと聞いたぞ。この地の狩人の頭だそうだな。ユナがそう言ったのか。戦に慣れておるともな。違うのか。慣れてはいる。だがわけもなく命を懸けられないな。この冬は寒くなる。山の中で凍えながら過ごすより砦で暮らしたいだろう。春までいていいなら乗った。決まりだな。獅子を狩るのとは訳が違う。まずは様子を探る。お前はクロードを追う暇があったら猛虎を追い払ってくれたらいいのに。猛虎の射手が門を守り、絶え間なく騎兵が往来してる。我らが北から攻めればユナたちが南から乗り込む手はずだ。ユナも一緒か。なるほど。砦は崖際にあるな。登って入れそうだ。砦に材木を送る木こりの宿営だな。猛虎が現れてからはもぬけの殻だ。崖登りの腕は増えてではない。この前殺されかけた。虎视眈眈，虎视眈眈，要怎样嘞？打破他们吗？潜行吗？穿这个战鬼装当然是杀进去啊！クエに向かう。出。看到了。前方。坂井様、こっちだ。ようやくここまで登れたぞ。だがノロノロしていると猛虎に蹴取られそうだ。そこから離れろ。すぐに行く。すぐにね。今飲みました。ユナのやつ、変わった友ができた。策を練るぞ。ここから砦の中が見える。山際から砦を見渡せそうだな。敵も狙い撃てる。あそこに射手の多くを置こう。屋根の上から場をかき乱せるな。ユナが言いそうだ。いろいろと教わった。お前ら続け。他の者は崖へ向かえ。俺に気づいた敵を仕留めてくれ。よし、分かった。気をつけろ。不是啊，他帮我们解决射手吗？哦，真的呢。如果要偷袭也不好偷呢齁。
啊，错误，真的错了。在干嘛？啊？不是，他们在干嘛？他们在干嘛？啊？打起来了，哎，快死了吧，我要过去吗？不用了，为何？こんなのケダモノがすることだ。それが猛虎だ。キコリは抗ったのだろうな。一人残らず殺してやろう。騎兵が来るぞ。ここなら挟み撃ちにできる。隠れ。聞こえただろ。知れ。合図したら矢を射ろ。今少し待て。今だ。殺してやれ。哇哇！お前ら集まれ、足に急ぐぞ。志村様が援兵を募り、軍を作ったと聞いた。なぜあんたが率いない？志村殿には志村殿の策が終わりだからだ。ということは、この砦であんたのものじゃないのか。南門から聞こえた。様子を見てみよう。ついてこい。ユナ、まさかあいつが。向こうに行かねば。橋の様子を見るぞ。す。投降！没有人。兵は南門に集められて、今しかないぞ。橋を抜けられたとしても、ヒアリの良い的になるな。鍵縄とやらで橋を下から渡って、ヒアリを奪えないか。OK。木にかければ向こう側に渡れる。登れそうな崖もあるな。見つかったら
俺らが射抜いてやる。足を攻めようが攻めまいが、危うきことに変わりはない。俺らは指揮に従うよ。では備えておけ。哇！哇！来来来！来来来！死光了吧，前剩下那个这边的而已，你就把他射死就好了。援軍が向かっておるぞ。哦，对不起啊，那好，移动好慢哦。少しもないわ。まあ今のところはな。無事です酒井様。こんなに寒いだなんて聞いてませんよ。いずれ慣れるさ。城郭に迎えるよう武具を整えておけ。お主、たけしと何があった？ずっと前のことさ。あやつらただの狩人ではなかろう。
そうとも言うかもね。砦で道を守るよう頼んだが、ようやく猛虎から逃れた民を襲うような賊であっては困る。悪さをすれば私が許さない。たけしはお主に会いたがっておったぞ。もう会った。早く立とう。では城郭へ向かおう。そこで最後の策を練る。やっとハーンを殺せるんだね。Thank you.